ヒカキン TV Everyday。 とある日、昼に熱を測ると38度3分。すぐにコロナとインフルエンザの検査したんですが陰性だったので動画撮影を始めました。しっかり食べて寝て直したいのでスーパーへ買い出しに行って帰宅。よいしょ、よいしょ、ただいま。スーパー行ってきました。ちょっとね、自分の体力が回復するための、料理、結構これ食べること多くて今日は作っていきたいと思います。これ食べて直すぞ。明日もね、めっちゃ仕事あるから。ああ、ただいま、ただいま。おいおい、気をつけてね、風邪ね、迷惑かけてダメだろうね。はい、ちゃんと手を洗ってね。うがいをして、ちょっと熱測ってみるか。なんか上がってる感があるんだよな。どうでしょう。行く前はね、38度3分だったんだけど、ほいさあ、上がってこいよ、かかってこい、熱よ。絶対冷ましたるから熱な。あれ左手で測ってます、脇で。上がってこいっつってんだよ。風と格闘技みたいなもんですよね。ほい、はい、ピリピリピリ、はい、どうですか。オーマークレイジ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 ー、フー9度2分決まったね。早く寝よう。1度ぐらい上がっちゃってるわ。あれ、俺39度台出たのマジで7、8年ぶりかな。やばいわこれ。入院とかだけにはなんないようにね、早く、無理しないようにします。ちょっと思ったよりひどいわこれ。皆さんも無理しないでね、ね。無理していいのは絶対に人様に迷惑をかけない時だけだよね。うん。逆に休んだ方がいいっていう時もあるから、絶対にね、無理はいけません。いかなるものにもハモっていきましょう。はい。Oh my god! Oh my god! はい、39度3分です。Oh my goodness! GG!はい、というわけで今日準備した食材がうえーい、スーパー最高、割引で買ってきました。はい、単刀直入に言うと鍋と豚キムチ作りたいと思ってます。で、大好きなお刺身も、豚肉は 20% オフで、こっちも 20% オフです。夕方行ったんでね、食っていく。ポカリも買いました。いろいろな種類がある中で、これ熱さまシートですね。うん、フィッシャーズで鬼ごっこしたやつだな。うん、ふわ、これで超なんか気分変わるよね。発明した人天才だろ。ポカリがやっぱいいよ。うめえ、これなんだよ。明日にならんな。さあ、料理していきましょう。下準備からね。お米炊いていきます。お米はやっぱり新潟県産コシヒカリ、柿崎って書いてあるね。僕免許取ったの柿崎です。動画の企画で使った余りです。美味しいんだよ。はい、まあ明日も食べれるし2合にしよう。ふい、やっぱ自分で作るご飯はうまいんだよ。自分で作るご飯ってね、頑張ると美味しいよね。炊飯、うん、OK、 50分あるんで他の料理していきましょう。さあ、ヒカキンクッキングだよーんへようこそ。まずは白菜を切っていく。鍋は無限に食えるのよね、俺結構、特に野菜系。ほら、男の飯ですしね、火が通ると柔らかくなるんでね。こんくらいで、でね、鍋の料理食べた後、僕その次の日とか体調いいんだよね。ちゃんこ的なね、まあ、ちゃんこちょっとは違うかもしれないけど、白いご飯と鍋、月に多分3回ぐらいこのご飯にしてますね。好きなので洗ってね、ちゃんと野菜は洗ってね、まあ、ただ僕としては蒸し用が出てくれるのもすっげえ嬉しいのでね。もう蒸し用から多分3年ぐらい会えてないから、ね、ピーマンからまた蒸し用出てくんねえかなって思ってんだけどね、出会えませんね。で、鍋のいいところはね、明日もできるんだよね、別に。だから全部使わなくても大丈夫。さあ、全部ね、洗って切って一気に鍋完成させちゃいます。
はい、椎茸は切れ目を入れて可愛くしましょうね。はい、鍋の素入れて、肉は後でしゃぶしゃぶ風にやるんでね。豚肉大好きで、いいよ、煮込んでいく。ガガオ、溢れないようにな。はい、オッケー。ふー、次は豚キムだ。はい、豚キム作ります。はい、ごま油少々、これが一番大事かも。ニンニクチューブ、ニンニクで力つけて、入れすぎたから豚肉、ふっ、これがうめんだ。で、軽く炒めも、ちょっとニンニク臭かったらすいません、仕事の時できるだけマスクしていました。いい音だぜ。ちょうどご飯も炊けそうになってきて、ぴったりだな。はい、皮むいて、切って洗ったアスパラともやし、火通るまでやります。アスパラは少しシャキッとしてるぐらいがいいよな。ちょっとね、蓋してアスパラいい色になったので塩コショウを振ります、軽く。はい、最後にジョジョエンキムチを入れて完成。ここにニラ入ってるんですよ、タレもたっぷり入れる。ほら、でこれがね、あんまり炒めすぎないで新鮮なキムチであってほしくて、ぶっちゃけ出来上がってからのせるでもいいレベルなんだけど、うん、こんな感じで、まあ明日も食べられるからね。やば、最高だろこれ。これなんよ、豚キム流豚キムはこれ、栄養満点だ。キムチダレも入れちゃおう。これはぜ、はい、ささっと炒めて完成です。 OK、 あとはご飯持って並べましょう。いけ、ちょっと量が多いので明日も食べよう。明日の夜とかでもいいな。ヒカキン 39.3 度ブタキム完成。よし、オッケー。やべ、超時間かかっちゃった。ああ、入らない、価格に入らない。広角カメラにしとけばよかった。ちょっと休み休みやってたんで、もう8時台後半ぐらいになっちゃってる。いつも YouTube をチェックしながら、まあ、生配信とかゲームとか見ること多いんですけど、見ながら食べます、どんな時も。いただきます。はい、まずは、はい、しゃぶしゃぶの豚肉を直前で入れるんでね、僕は豚肉派なんで。ふっ、うほー、これよ、最高。多分全部食えないかもしれないんで少なめで。よし、はい、ピカちゃん鍋です。これで色変わったら食べちゃいます。やっぱまずは刺身いっちゃうか、新鮮なうちに。あ、マグロ、よし。うん、うまっ、食欲バリあるわ。うん、うめ、感謝しなきゃな、こんなうめえもん食べて。で、僕はやっぱりね、ゆずポン好きなのよ。はい、ゆずポンを少々で、ちょっと薄めて食べる、まあ、薄まってくるんでね、まあ、野菜から食べた方が体にいいから、ちゃんと野菜から。胃袋の中にクッションもね置いてね、これで全然違いますから。よし、これで、これがご飯と最高に合うのよ。はい、ちょっとつけて、 OK。 うん、うん、まっ、これ明日治るわ。さあ、そして渾身の豚キム、ちょっと新鮮なキムチ、追いキムチしちゃおう。これいいでしょ、ほら色が違うから、真っ赤なのよ。うん、あれ、俺前これ動画でやんなかったっけ、やっべ、なんかやった気がするんだけど、やっちゃったかも。さあ、豚キム、まずアスパラがうまいんだよ。うん、めえ、コリコリしてる、いいね、あんまり炒めすぎなくてよかった。いいね、いただきます。うわっ、うん、熱々、お店くらいうめえ、お店だね。もうよくね、
僕健康とか心配してくださるファンの方多いんですけど、結構ね健康的なもの食べてんのよね、ぶっちゃけ、うん、サラダ絶対頼むしね。動画ではね、なんかたまにすごい食い方とかしてるかもしれないけど、普通のヘビは結構健康的です。うんうん。20分後。わあ苦しい、作りすぎちったな。ついつい毎回作りすぎちゃうんだけど、はあ、大根のこのね、千切りまで食べたくなっちゃう男なんでね、はあ、まあ、腹下してるとかだったらね、無理にあんまり固形物食べないとかあるのかもしれないけど、全然下してないんでね、はい、いやー豚肝はちょっと取っといて明日食べます。今日のこの後のスケジュールで言うと、お仕事の動画の確認を明日の昼過ぎまでに返さなきゃいけないのと、2時間ミーティングですね。だからあんまり無理しすぎないで多少寝れるようにしたいと思います。やべ、サランラップが家になかったわ。 あれ違うアルミホイルしかなかった豚キムは明日食べましょう。鍋は食い切りましたね、大食いだ。はい、あとご飯一口。はい、OK。 うん、ポカリ終了。あーね、ごちそうさまでした。さあ編集しましょう。もし体調に余裕があったら撮影もします。よし、片付けよう。一応熱測っときます。はい、帰ってきた時よりなんか調子いい気がしますね、大きく食ったら。皆さん無理して食わないでくださいね、本当に。僕はなんか食べると調子良くなるタイプなんで。うい、さあどんくらいでしょうか熱は。あー、まあ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 結構いいんじゃない。うん、多分大丈夫だね明日には。はい、38度キューブですすげえ、4度も下がったね。と思いきや、この後熱が一気に上がり、ついに40.4度。余裕、朝までに直します。8時間寝て朝までに直します。ありがとうございます。はい、40度超えました。まあ本当にやばかったら夜間救急も考えてますけど、まあ多分大丈夫でしょう。はい、20歳くらいの時同じ感じになってるんで、はい、大丈夫です。多分、はい、朝になると治ります。はい、あやばい。おお、ああ、ああ、寒い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 、ああやばい、いやー来たね、一気に来たね。うわあ、久々だぜ、この感覚が。うわあ、負けねえぞ。やべ、寒すぎて。ふぅー。ちょっと動画撮れないかもしんない、この後。ふぅー。はあ、ここまで寒気すんの、久々だな。はあ、はあ、余裕だ、余裕、マジで余裕だ。余裕、あ、なんか目真っ赤、目赤。やべえな、これ。やべえな、これ。おはようございます。今朝の9時なんですけど、今シャワー浴びました。ちょっと昨日夜ね、きつくて撮れなかったですね、動画ね。一気に来たんだよ。うん、ちょっと今測ってみます。まあ、そんなにきつくないんだよな。夜がやばかったね、ちょっと。朝飯は抜きっすね。今なんか楽なんだよね、朝少しでも寝ようと思ってたっぷり寝たんで、今調子いいっすね。よかった、俺夜の状態だったら絶対に仕事できなかったけど、やっぱ僕一日で治るんですよね、ほぼ。よし。はい。おお !36 度キューブ。来ましたー。はい、余裕。治りました。仕事行ってきます。はい、ただいま。3時間のお外でのお仕事を終えました。ちょっと熱上がってる感じがするね。うん。やっぱ朝って下がるよな、熱。ちょっと測ってみましょうかね。もらいました。ありがとう、マネージャー。ポカリも増えました。どうでしょう。朝はね、7度くらいだったんだけど、喉痛くてね、喉とかこのリンパっていうか扁桃腺、この辺が痛くて、そっからのやつかもしれないね、これ。うい、はい、どうですか。お、まあ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 、7度4分ですね。37度4分。
まあ、全然微熱なんで、おじやでも作るかな。昨日のご飯の余りがあるんで、おじや作ろうかな。はい。で、この後ミーティングあるんで、3時から。うん。それまでにちょっと作って食べるのと、あと、一つ動画の、あの、お仕事のね、動画のチェックしなきゃいけなくて、それを、飯食いながらやる感じかな。はい。はい、おじやを作っていきます。材料は、こちら。卵。ネギ。あとは、余ったご飯。昨日のやつね。と、昨日の鍋の残り汁。取っておいたんです、実は。冷蔵庫でね。この中に、ご飯入れて、卵とネギ入れるってわけです。やっていきましょう。はい。はい。よし。はい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 。はい。だいぶ、もうリゾットみたいになってきましたね。はい、いい感じ、いい感じ。はい。煮込んでリゾットみたいになりました。ここに卵。ちょっと煮込みすぎたかもしれん。やばい。卵を5。うん、ちょっと多いかな、2個。贅沢にいっちゃいましょう。で、ネギももういっちゃいます。よいしょ。オーケー。やべ、ちょっと卵多すぎたな、これ。1個でよかったかも。いや、いや、そんなことないか。いや、混ざれば大丈夫だ。あ、よしよしよし。あ、来た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 。来ました。あ、いい香り。まあ、あまりにも味が薄かったらなんかね、醤油とか入れればいいかな。もう完成だな、これ。オッケー。完成。これでもう完全治るだろう。うまそう。これもまた夜も食べられるしな。よし。うわぁ、うまそう。それじゃ、いただきま、ん？ん？食べたいの？食べたいの？ほーら。ほーら。ダメですよ。はい。はい、食べましょう。ご飯の時間ですよ。はい。よーし。鍋の出汁でも味は薄くならないのか。いただきます。うん、うまっ。めっちゃうめえじゃん、これ。これ全部食べちゃうわ、多分。うまっ。親子丼かみたいな味するんだけど。うわ、全然味もちょうどいいわ。それでいうと、昨日入れたあの袋タイプの鍋のおつゆが良かったね。うめっ。卵2個で良かったね、これ。あー、うまい。で、この後ちょっと急いで食べて、1個動画の、お仕事の動画のね、チェックして、それを返信しなきゃいけないのと、1時間後くらいからミーティングがあります。うまっ。うわー！ご飯は必ず一粒も残さず食べようね。はい。ごちそうさまでした。お熱を、お熱を測ってみましょう。測りすぎちゃうんだよな。なんか治ってきたかなっていうのが気になってると測りすぎちゃうんだよ。いるでしょ、測りすぎちゃう人ね。そんな測ってどうすんのみたいなね。だからあんまり高熱を見ると具合悪くなるよね。そんな高くない気がすんな。ほい。おう、まあ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 、いいね。いい感じですね。7度5分です。悪くない。はいはい。ここからはお仕事です。1時45分です。2時までの提出。せい。ちゃんとせい。よし。ちょっと休んでミーティングに備えます。はい。あ、ミーティングです。あ、先生お待たせしました。よろしくお願いします。お願いします。はい。今4時20分ですね。いや、ちょっと熱上がってきた感じすんな。よしよし、ちょっと休もう。
さあ、もう24時間ということでね、最後、今日はもう作り置きもないので出前頼もうと思います。うどんだな。やっぱうどんとかもいいよね、風邪の時ね。ああ、はい、結局38度っすね。よし、はい、やっぱつるとんだんだな。うわー、きつねうどんと明太あんかけ卵とじうどん迷うな。わかった、トッピングしよう。とろみ、とろみ豆腐。お店に支援金を送る。はい、頑張れ。配達員にチップを送る。頑張れ。あー、届きました。あー、よいしょ。いやー、ちょうど寒気してきたから、あったかいうどん美味しいぞ。配達員さんには感謝です。で、僕出前のねやつは大体レンジで温めます。ほかほかで食べたいんでね。おお、豆腐がうまそう。保冷剤はもったいないから取っておこう。捨てない、温めてみます。これがうまいのよ。よいしょ。明太子だったんだけど、チンしたらたらこっぽくなっちゃった。いいでしょう。ほら、こんな風にね、だしの効いてるうどんで、すごい太麺、もちもちな麺でね、たらこと卵が入ってるんですよ。これが元気出るんだよね。多分ね、人気トップレベルなんだよね。このきつねのでかさよ。やば、でかすぎでしょ、これ。これトッピングでね、追加しちゃいましたから。贅沢です。超贅沢。ほら。うん、細かく薬味も入ってんのよ。オッケー、完成。トッピング、きつね、このねごま油に使ってる豆腐がマジでうまいのよ。さあ、いただいていきましょう。あ、あれをいこう、もうあれでいこう。ラストだからね。はい、24時間頑張ったということで、カロリー取っていこうぜ。おい、乾杯。40度、久々に超えたぜ。うわー、うめえ。口内炎と喉、超でかい口内炎とかできてるんですけど、あー、痛い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 けど全然余裕。いただきます。うーふー、うん、あ、痛い痛い痛い口内炎が痛い。うん、うまっ。じゃあ巨大なお揚げもいただきます。うん、うん、最高。あとは豆腐、うわ、プリプリなんだよ。ネギもシャキシャキ、これなんだよな。いただきます。うん、うまっ、これやべ。で、改めてね、本当に40度の熱出たの多分7、8年ぶりぐらいなんですけど、まあ改めて幸せですね。何がって話ですよね。そう、何が幸せかっていうと、 YouTuber くらいだと思うんですよね。40度の熱出てこうやってプラスにできるの。うん、だから本当に、まあ、YouTuber やっててね、良かったなって思うことはたくさんあるんですけど、まあ、本当だったらね、ずっと寝てたらもうちょっと早く治るとかもあると思うんですけど、まあ、どちらにせよもうきついのはきついんで、こうやって撮ってファンの皆さんに共有して、まあ、どうせ治るんで、うん、皆さんは真似しないでくださいね。ただ僕はなんかそれをプラスにするにはこの動画を撮ればいいと、うん、そうしないとただの超マイナスな数日間ということにね、撮りました。まあ、だからね、本当にもう暖かくなってきてるから風邪とかひかないでしょって思ってると、なんかね、きますよ。僕の周りも結構ひいてるのと、あとね、これはちょっとわかんないけど、ずっとねコロナ期間マスクしてたから、なんか免疫力弱くなってるのかなとかね、わかんないけど。でも皆さん、まあ手洗いうがいとかね、お気をつけください。ああ、うどんも一本も残したらいけません。うーん、コーラ2本飲んじゃいました。
はい、というわけで皆さん、季節の変わり目、特にね、夏が近くても体調にはお気をつけください。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他、私ヒカキン Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、ブワイ。もう一回熱測ってみるか。治ったかな、最後に治ったかな。誰誰誰、ふぅー、うわほほほ、上がってきたよ。ちなみにこの後少ししたら治りました。よかった。登録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 。